はい、皆さんどうもこんばんは。ワイトナイトワイデルズの中目です。このワイトナイトは、中目がやりたかったラジオを中目が中目のために中目自身で進めていくという自己満足極まりないやらかし寸前のラジオとなっております。さあ、皆さんこんばんは。ワイトナイトということで、今回も第5回ワイトナイトをやっていきたいと思うのですが、お気づきの方も多いと思うんですが、そうなんです、ちょっと鼻風邪をひいてしまいまして、鼻がねちょっと詰まっている状態でございます。でちょっとだけですね、撮影が遅れてしまって、申し訳ないです。ちょっとねちょっと治ってきたんですけれども、まだちょっとな行を言うとね鼻声になってしまうんですが、ちょっとそこのところはご了承ください。申し訳ないです。ということで、このワイトナイトのオープニングではですね、いつも僕らじゃねえや私中目のですね、プライベートの話なり、ちょっとツイッターなりとかなんかプライベートだった話をしていきたいと思うのですが、今プライベートって2回言ったけど、はい、じゃあ今日は何の話をしようかな。 VR ってすごいねって話をしましょうか。先週なんですけど、ブルックと一緒にですね、ちょっとお買い物に行ったんですよ。でパソコン周りのマウスとかキーボードとかをね、ブルックと2人で買い物に行ったんですけど、その時にその VR のね、 VR ゴーグルっていうのかな、なんていうんだろう、あれ、ああいう、 こうガシャってつけるそのヘッドセットみたいなやつをなんかお試しできるところがあって、でそこを僕は VR 体験したことなかったんですけど、ブルックはもう体験したことがあって、でなんか中も絶対やった方がいいみたいな、絶対欲しくなるよって言われて、本当にって思いながらやったんですよ。その体験のとこ行ってやってみたんですけど、めちゃめちゃ面白くてで、なんか手に持つコントローラーと、ゴーグルをつけて、こうアイテム3つでね、手に両手にコントローラーを2つ持ってやるんですけれど、なんかライトセーバーでなんかね弾を弾くみたいなちょっとしたシューティングみたいなやつをやったんですけど、めちゃめちゃ面白かったです。欲しいなと思いました。もうブルックにまんまとはめられたんです。でちょっと先日ね VR チャットの配信をしたりとか、結構今僕の中では今 VR がすごい来てますね。はい、そんな感じです。さあお話をこれぐらいにして、それでは早速始めましょう。中目のワイトナイト、教えて中目さん。さあ、このコーナーは僕に聞きたい質問を集めて僕が答えていく、つまりはふつおたのコーナーとなっております。それでは早速お便りを読んでいきましょう。ラジオネームシャー君のエイム力が欲しいさんからいただきました、中目さんこんばんは。ワイテナイトです。こんばんは。ワイテナイト、いつもワイテルズの動画で爆笑しています。質問です。私は人狼 RPG が好きなのですが、中目さんは人狼 RPG をやっているメンバーでは誰が一番うまく立ち回っていて、誰が一番下手な動きをしていると思いますか、中目さんの主観でお願いします。動画投稿頑張ってください、応援していますとのことです。ありがとうございます。なるほど、人狼 RPG ね、確かにこう結構立ち回りが重要とされるゲームなんですが、まあ僕個人としてはね、結構シャー君はやっぱりこういう心理戦の読み合いにはすごい強いかなと思ってて、立ち回っているかどうかっていうと、まあシャー君結構やっぱそのみんなにバレてるから、人狼 RPG が上手いとか読み立ち回りが上手いっていうのがバレてるから真っ先に狙われるんだけどそこもかわしきれたらもう立ち回り最強だけどね。まあでもさすがに村人 VS 人狼でね、武器なしで対抗するのは結構いくら PVP が上手いと言うときついと思うから、そういう意味で言うと、まあなんかこううまくね敵のヘイト買わずに終盤まで生き残ってゲームを動かすっていう意味では結構ブルックが多いのかなって思ったりしますね。そういう意味ではうまく立ち回ってるのはブルックかなって思います。で一番下手な動きしてるのは誰だろうな。でもあんまり意外と僕だったりしてね、僕そんなに人狼 RPG 得意じゃないから、結構その疑ってる人が人狼じゃないとか、安全だと思ってる人が人狼だったりとか結構あるからそういう意味で言うと僕が一番下手くそかもしれない。下手な動きをしてるのは僕ですね多分。はい、そんな感じでお便りありがとうございました。
はい、では次のお便り行きましょう。ラジオネーム、わか、アットマーク、わかさんからいただきました。中村さん、こんばんは、いてないと、こんばんは、いてないと、お便り初めて送らせていただきました。ツイッターのシロポの方にはちょくちょく載せて応援させてもらってます。ありがとうございます。本題なんですが、私は先日行われた大会で、個人では入賞を逃したものの、団体で全国大会につながる一歩手前の大会に出場することが決まりました。すごいな。高2の私にとっては先輩をここで引退させたくないととても緊張しています。中村さん式の緊張をほぐす方法を教えてくれませんか。ちなみに私はアーチェリー部に所属していますとのことです。すごいな、アーチェリー部の全国大会につながる一歩手前の大会に高校2年生ながら参加すると。で、負けたら引退しちゃうってことか、先輩が。なるほどね、すごいね。なかなかの実力をお持ちなようで。そうか、やっぱり緊張するよね、大会って。僕の場合の緊張のほぐし方は、もう、なるようになると思う。すんごい良くないけどね。僕自身結構、やるときは、いや、なんていうか、やるときっていうか、そういうのがもう、控えててどうしても逃げられない大会とかね、そういうもうそういう時はもう腹を決めてめっちゃやってで緊張じゃなくて緊あねその時のそういう時にまあ僕緊張するんですけど、本番になったらその時の緊張はなんかミスったらどうしようとかの緊張じゃなくて、どっちかというとむしゃぶるいに近いというか、なんかここまで準備してきたものを見せてやらっていうぐらいの、なんか早く、その、状況が来てほしいというか、今回の例で言うと大会を待ち望む、みたいなケースが多くてですね。まあ、緊張ってのはやっぱりこう、自信によってかき消せると思うんですね。で、その緊張の震えがむしゃぶりに変わる時がやっぱりあるんですよ。自信がね、いっぱいあると。語彙力。そう。だから、もう腹を決めてたくさんやって、もう自信をつけるしかない。僕式の緊張ほぐす方はそれかな。あとはなるようになる。自信をつければもうなるようになると僕は思っています。参考になれば嬉しいです。若さん、お便りありがとうございました。それでは次のお便りに行きましょう。ラジオネームキラさんからいただきました。中村さん、こんばんは、いてないと、こんばんは、いてないと。私は最近ホワイトデイルズのアバイデルズの動画を何人かの友達におすすめしています。おお、ありがとうございます。そのうちの一人はハマり始めてくれてます。しかしこの前、おすすめの動画を一つだけ教えてと言われて、何をおすすめすればいいか悩んでいます。そこで質問なんですが、何を一番におすすめすればいいか、またその動画の撮影にあたっての思い出も教えていただきたいです。なるほど。そうだな、おすすめの動画か。結構いっぱいあるんだけどね。まあでもやっぱり、そのワイテルズを見始めてもらうというか、知ってもらうきっかけになるべく、そのトリガーとなる作品はやっぱり、作品というか動画は、やっぱりクラフトなしかな。企画って言っても、どっちかというとサバイバル寄りの動画シリーズだから、僕らのなんか、ナチュラルな会話が多分多い。あんまりなんか、人狼 RPG とかだと結構僕らのナチュラルな会話というよりは、もっとこう戦略的なゲームに勝つための会話をするんだけど、サバイバルだからもうみんなで生活することが一番だから、結構お互いのね、キャラクター関係とかも色濃く現れているのが、クラフトなしシリーズかなと思います。なんで、まあ、僕らのことを知ってもらうっていう上で、一番わかりやすい、一番あ、こういう人たちなんだって分かってもらえるっていう意味では、クラフトなしが一番かなって思います。クラフトなしのね、再生リストをおすすめしてもらえればと思います。で、その思い出なんですけど、まあいっぱいあるよね。ありすぎて、もう語りきれないし、もうありすぎて忘れちゃってるところもあるけど、やっぱりなんか、頭がおかしかった、あの時は本当に。まあ今でもそれが面白いと思うんだけど、なんか、ツールがないからさ、砂岩でできた村をさ、みんなでさ、もうなんか3日ぐらいかけてさ、コリ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 手で掘ってさ、でなんかそれを編集ではパッと入ってなんか2秒ぐらいとか早送りで終わらしちゃったりとか、なんかああいうなんか努力が水の泡になる感じがまた
面白いなと思いました。あれは金時の編集なんですけど、まあそういうところもね、編集と実際にもっとこのカットされてるところはどんなだったのかなとかっていうのを想像してみてもらえるといいかなって思います。キラさんありがとうございました。それでは次のどんどんお便り読んでいきたいと思います。ラジオネームレンヌさんからいただきました。ありがとうございます。中村さんこんばんは、湧いてないと、こんばんは湧いてないと、先日中村さんとシャークンさんがバンドリをやっていると知りました。実は私もやってたんです。そこで質問です。中村さんの好きなキャラクターとバンドを教えてください。ちなみに私はイブちゃん推しでパスパレファンですよーと、これからも頑張ってください。なるほど、そうなんですね。ちょっとこれはオープニングトークではあえて言わなかったんですけど、今湧いてる図内でバンドリがめちゃめちゃブームになっております。まあ、僕はちょっと前から存在は知っていて、もともと音ゲーはそんなに嫌いではなくて、ちょっと入れてやってたんですよ。で、そしたらなんか、シャークンに、それ何やってんのって言われて、これバンドリーってやつ、何それって言って。で、シャークンは結構音ゲーがもう根っから大好きなので、やるやるって言って、すぐ始めて、で、なんか、最初はね、普通に音ゲーとして遊んでたんですけど、で、俺とシャー君がやりすぎて、なんか金時も気になって始めて、ちょっとやってみましたみたいな、ツイッターで言ってたんですけど。で、その後、なんかブルックとかも、その通話しながら僕とシャー君だけやってると、なんか、じゃあ俺も入れてみようとか言って、僕もやってみようって言って、ブルックも始めたんですよ。そしたら、今一番ハマってるのは多分ブルックと僕で、ブルックと僕はもう結構、推しバンドとか、キャラも決まってて、で、シャー君とか金時はまだかな。あ、でも金時もアニメは全部見たって言ってたの。僕もブルックも金時もアニメは全部見たんです。で、なんか、この前、金時とカラオケ行った時なんかはずっとバンドリの曲歌ったりとかして、結構ガチガチにハマったりしてます。で、まあ僕の好きなキャラクターとバンドっていうか、まあ推しは、僕はなんか、ガチャ引いてたら、必然的になんか、ハローハッピーワールドのキャラがいっぱい集まっちゃって、ハローハッピーを好きにならざるを得ない状況だったというか、でも僕は推しはハローハッピーです。ハローハッピーワールドが一番の推しバンドで、キャラはね、難しいんだけどね、ミッシェルとカオルさんが結構好きなんだよね。うん。なんか、ミッシェルのだるそうな声とか好きだし、カオルさんのなんか、クソナルシストのところとか、めちゃめちゃいいなって思ってます。そんな感じでいいでしょうか。ちょっとね、推しの話すると止まんなくなっちゃうから、この辺で。はい。それでは、次の質問。これがラストになるかな。ラジオネーム、中村さんやでさんからいただきました。中村さんは俺やで。はい、どうも、中村さん、こんばんは湧いてないと、こんばんは湧いてないと、いきなりですが質問です。夏に近づいてきてますね。そうですね。私は今年から中学生です。おお。部活動などあるのに夏が近づいてくるとやる気になりません。暑くて辛いです。中村さんは暑い日涼しくするためにどんな対策をしていますか。中村さん風の対策を教えてください。長文失礼しました。いや、ワイテルズの皆さん応援しています。頑張ってくださいねっていうのと一緒になんか、グッズ作ってくれたのかな。アイロンビーズで僕らの顔のスキンを作ってくれる写真が添付されてます。ありがとうございます。そうですね。そろそろ夏。まあ、まだ5月の末ですが、ぼちぼち暑くなってきてますね。もう、蒸し暑くて汗が出る日も全然少なくないですよね。むしろ多いぐらいに。まあね、これから先どんどん暑くなっていくんですが、結構僕はですね、汗をかかない体質でして、電車とか乗ってても、そんなに汗かかないんですよね。うん。ちょっと歩いただけで、汗かくみたいな人、結構いたりするとは思うんですが、僕全然汗かかないタイプで、まあ、暑がりではあるんですけど、いや、暑がりじゃねえな。どうなんだろう。まあでも暑い時は、あんまエアコンとかはつけずに、あれですね。窓開けて、外の空気入れたりとかして、まあ、多分これ7月、8月になったらそんなことも言ってられないんだけど、今のところは窓開けるぐらいで全然大丈夫かな。本当に暑くなってきたら多分扇風機回したりとかかな。ゲームやってるとやっぱりこうパソコンの熱とかでね、部屋が暑くなったり、机周りが暑くなったりしちゃうから、それはまあどうにかこう、冷やしながらね、やんないといけないから。で、多分そのうち扇風機とかも導入するとは思うんですが、極力ね、エアコンとかには頼らずに、ね、風でどうにかしていきたいなって思ってます、僕は。なんか体調悪くなっちゃうらしいし、体にもあんま良くないって聞くんでね。まあ、皆さん無理、我慢しない程度に、はい、夏を過ごしていきましょう。さあ、こんな感じで、
教えて中村さんのコーナーは、以上となります。皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続きまだまだお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いします。中村湧いてないと中村なんかいいじゃん。はい、皆さん、今回は新企画、新コーナー、中村のなんかいいじゃん、やっていきたいと思います。さあ、このコーナーはですね、前回第4回のワイドナイトにて、某キリアンさんよりお便りをいただきましてですね、こんな企画はどうですかということで、中村のなんかいいじゃんっていう企画をいただいたんですけども、まあ、名前はそのまま、いただきたいと思います。で、この企画、まあいろいろ考えたんですよ。なんかその、なんだろう、なんかいいじゃんっていうのがタイトルに入ってるぐらい、なんかざっくり、こうなんかふんわり、なんかなんとなくで進めていく企画っていう、そのなんかグダグダ感というか、ゆるい感じはすごい好きで、なんかぜひね、この企画をやるものにしたいと思ったんですけど、まあどんなのがね、そのなんかいいじゃんになるのかなってすごい考えたんですよ。で、ちょっといろんなね、お題をいろんなパターン考えたんですけど、ちょっとね、あんまりね、いいのが浮かばなくて、どんなのがいいですかねっていうのを今こう喋りながら一生懸命考えてるんですけど全く今何も考えてない状態で喋りをスタートしてしまって、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、どうしましょうか。なんかいいじゃんっていうぐらいだから、やっぱり僕が何かしらのお題をこうね、皆さんに、リスナーの皆さんにこう投げかけて、それに対してこんなのどうですかっていうのを返してもらって、それに対してお、それなんかいいじゃんっていうので、やっぱこうコーナーは多分成立すると思うんですよ。多分キリアンの狙いもそういう、キリアンの構想も多分そんな感じ。ただそのお題っていうのを、どんな感じのお題を投げればいいのかが全然わかんなくて、なんだろう、例えばセリフを募集する、こういうシチュエーションの時にあなただったらどんなセリフ言いますかって言って帰ってきて、なんかこんなセリフ言います、なんかいいじゃんっていうのがいいのか、はたまたもしこんなゲームがあったらいいなって思うんですけど、このどんなゲームがいいですか、こんなゲームがあったらいいです、こんなゲームをだったらやってみたいです、なんかいいじゃんっていうのにするのか、なんかこうジャンルによってすごいいろんなパターン化できるなと思ってて、そこに関してはキリアンのそのお便りにも全然なんだろう、明確にこう書かれていなかったので、多分そこもぶん投げられてるんですけど、僕にどうしようね。でも意外とこのゆんわりふんわりゆるい感じの企画だからこそ、そういうたくさんのジャンルのお題を出していけるんじゃないかみたいなのもちょっと思ってて、ちょっとじゃあざっくりやってみます。今即興で考えたいな、なんか、お題大喜利な、なんか大喜利はなんか違うな、大喜利はな、お題出す人のセンスが問われるからな、僕あんまそういうセンスないし、どうしよう。あ、じゃあ分かった、これにしよう。でも今本当にめっちゃ適当に考えたけど、これにします。今回の第1回、まあ第5回湧いてないとにおける第1回中村のなんかいいじゃんの最初のお題は、なんかピンチそうな四字熟語、ピンチそうな四字熟語、これにしよう。なんか ないけど、なんか聞いた感じめっちゃピンチじゃねみたいな四字熟語募集する。うん、そうしよう。ちょっとなんか一個例を出しておかないと方向性が定まらない。どうしようかな。なんだろう、ピンチそう、うん、ピンチそうだから、なんだろうな、やっぱピンチってことはね、そうね、まあ、ライフがあと残り少しみたいな、うん、とかね、これ四字熟語めちゃめちゃ難しいな。多分全然浮かばない全然浮かばないよ。すごい難しいお題を選んでしまったかもしれない。いや、でもやるぞ、僕は。
めっちゃピンチそうな四字熟語。あ、ことわざもありにしようか。なんかピンチそうなことわざ四字熟語慣用句、なんかそこら辺全部一緒でいいや。一緒じゃねえけどもともと違うけど、なんかそういう言葉遊びですよ、要は。うん、なんかピンチそうなねやつ、なんだろう、まあ赤点必須とかでもいいよ。そういう、そういうピンチそうじゃん、もう赤点必須みたいな、逃げられないみたいな、そういうのでいい。そういうの募集する。よし、決めました。もう一回言うよ。第1回仲間のなんかいいじゃんコーナーのファーストお題、第1回目のお題はなんかピンチそう、なんかピンチな感じがた がする、あのことわざ慣用句四字熟語どれでもよしね。こんなに広いやんわりとしたお題がかつてあったでしょうか。なんかピンチそうだからね、別にめっちゃピンチじゃなくていいんだよ。なんかピンチそうなの、ちょっとでもピンチだったらいいんだよ。なんかなんだろう、浮かばないわダメだこれ。まあね、そんな感じでじゃあこれから次回までにね、ちょっとそういう素敵なお題が来ることを楽しみにしております。ということでこのコーナーは以上となります。たくさんのお便り待ってます。ワイテナイト。さあ皆さん、早くもお別れの時間が、エンディングの時間がやってきてしまいました。まあ、今回はですね、ちょっと早口上手の中村さんのコーナーをカットさせていただきまして、新コーナー、中村のなんかいいじゃんがスタートしたわけですが、ね、すごい緩いお題ですので、皆さんもちょっとぜひ考えてみてください。はい。で、お便り送っていただければと思います。そこに対して僕が、なんかよかったら、なんかいいじゃん。なんかいいじゃんとか、まあ、その時のテンションでリアクションしていきます。はい。でですね、最後に、このラジオはですね、皆さんと一緒に作っていきたいものなんですよ。はい。で、皆さんからのお便りをね、元に僕も頑張っていきたいと思いますので、そのお便りどのようにして送ったらいいかだけ紹介させてください。宛先と件名についてです。メールで、お便りはですね、メールで募集しております。どのメールでも構いません。Yahoo メールでも G メールでも、普通に携帯のやつでも、なんでもいいです、メールだったら。はい。で、宛先、件名ですね、件名にですね、コーナー名、今だったら、教えて中村さん、普通過去普通歌でも構いません。あと早口の中村さんの方には早口言葉、自慢の早口言葉を送ってください。僕が言えなさそうなんです。で、あと新コーナーですね、中村のなんかいいじゃんがスタートしましたので、そちらのお題の方も確認していただいて、概要欄の方に書いておきますので、そちらも送っていただけたらと思います。そして本部にはですね、ラジオネームね、ラジオネーム何々、僕が最初に読みますので、ラジオネームと本文を書いていただきたいと思います。で、宛先のアドレスをご紹介します。nakmu.whitenight@gmail.com nakamu.whitenight@gmail.com まで、送っていただければと思います。こちらに、ね、メール送ってください。はい。なんとですね、皆さん、ここで重大発表がございます。なんと次回の第6回ワイテナイトに、ヤスのゲーム実況ゴーヤさんよりヤスさんが参加してくださることが決定しました。イエーイ。ということでですね、次回はですね、ヤスさんと2人でこのワイテナイトを お届けしたいなと思いますので、皆さんね、ぜひちょっとぶっちゃけ言うと言い忘れてしまっていたんですが、教えて中村さんのコーナーもですね、ヤスさんへの質問、早口上手の中村さんに関してもヤスさんにもトライしてもらえるので、あとなんかいいじゃんのコーナーもぜひヤスさんと一緒にやっていきたいと思いますので、次回のヤスさんとの、ワイテナイトのためにですね、皆さんこうヤスさんも含めたこう特上の質問を、いや、お便りをお待ちしておりますので、皆さんどうかそちらの方もよろしくお願いいたします。ということで、ですね、この第6回ワイテナイトも、以上となります。お相手は、ホワイトデイルズの中村がお送りいたしました。それでは皆さん、良い夢を。バイバーイ。